いいですね。はい、こんにちは、一岡元気です。まびちゃんです。水川洋です。お願いします。寿司ラーメンです。はい、よろしくお願いします。珍しい、珍しい、このさっきいっぱいコラボで実験させていただいて、お邪魔させていただいてます。面白かったです。いい動画3本撮りました。いや、もうすごいね。そうですね、なかなかできない。凄まじかったですね。実験といえばこの辺かな。そうですね、YouTube で実験してる。そうですね、そんなあのやっぱ科学の実験をやってるりくくんにちょっと科学についていろいろちょっと質問したいなと思いまして、はい、お願いします。よろしくお願いします。なんか緊張しますね。まあ、ゆるく喋るだけですもんね。そうですね。そうか、実験いっぱいやってるんですけど、どんな実験が好きか。やっぱ爆発系。そうですね。それとも、なんか知識を使うような。イメージって爆発が多いよね。自分の限界って思ってるものをもう突き破るようなエネルギーがある。こうやっただけで 3m 飛べるような強化装置とか、そういう、はいはいはい、スマート思いっきりがいいですよね。なんていうんだろう、やりたいと思ったらとりあえず作っちゃうんですよ。もう作ってる間も楽しいから、ずっと作る、なんていうの、できるまでやっちゃうんですけど、でもそしたらもうなんていうの、楽しいまんまで来てるから、うん、やるしかないじゃないですか。もう飛ぶしかない。最悪怪我したらしょうがねえとか、助走なのよ、もうずっとね。で、コラボさっきめちゃめちゃいいなと思ったのは、うん、カンタ君がね、あなんて言うんだろう、自分を客観的に見れたっていうか、そのなんて言うの、電撃俺食らわなかったんで、うん、あの時もあ、こんな感じなんだってめちゃめちゃ面白かった。俺だってしたことないもん。い、毎回言うね、りっくんの実験見て、うん、もう心配になるもんね。大丈夫、俺大丈夫、どういうでもやりたい気持ちは分かる。そう、すごいね、体張った動画がいっぱいあって、一回もでも大きく怪我したことない。すごいですね。そうだよね、素晴らしい実験台になって。あ、6秒なんだよ。逆に6秒なんだよ。だからリアクションもいいってことだね。すごい、なんかガムテープに貼り付くやつだったじゃない。ガムテープじゃない、両面テープ、両面テープ。ああいうのって僕もよく体張るのをやるんですけど、はいはい、飛ぶ瞬間にもしもあの机の角に当たったらとか考えちゃうんですよ。やるんだけど怖いの、やっぱり。例えばうちの動画で大きい風船の中に水をいっぱい溜めて、その上にダイブしたら、はい、飛ぶ瞬間にもしも風船が割れてアスファルトにぶつかったらどうなるとか考えちゃうんだよ。そんなでもないよ。ビビりますよ。ビビるけど行っちゃうみたいな。行っちゃう。ビビって俺は痛そうだなって感じて、最悪痛いこと想像しても行くんだ。痛いな、これは失敗したらって言って、うん、なんかボケーっとしてるんですよ、うん、で、終わってやっちゃおうかなって言って、もううわ、来た来た来たって言って、テンションの上がり方が、まあ一番いい時に行くってことだよね、もうね。俺ボーンって行って、うん、すごい人一倍行くと思うんですよ。そのもう無敵状態です。じゃあぶっちゃけ、はい、科学は好きなの。どうなんだろうな。科学者になりたいわけじゃないんでしょ。でもそうなんですよ。発明家になりたい。発明家、まあ発明家も科学者ですよね。そうですよね。で、何かを発明する。そうです。元気先生とかはどうなんですか。そうですね、僕はもう小さい頃から科学が好きで、サイエンスマジックとかすごい好きで、小さい頃からいろんな本読んでやったりしてたんで、僕はあれですよ、高校からきっかけ多分スパイダーマン、あれ科学ね、科学をやってる人たちで、それで興味持って、はい、でそれから科学勉強するようになって、あれですね、自分で作ってて、なんて言うんだろうな、なんかやってた人が前にいて、ああすげえこんなやり方あるんだって。発明はやっぱあれですか、あの人の役に立ちたい、役に立つ発明をしたいっていうのがある、それとも自分の好きなものをこう、そうですね、やりたいことを、楽しいものなんで、うん、作ることも楽しい。マッドサイエンシスト側ってことでしょ。自分の作りたいもの。そうですね。今日やったあのテスラコイルを発明したテスラっていう人は、うん、マッドサイエンシストの、あれ欲しいですね、本当に。そこにいる人にこうやってって、あ、いてってやらせるために作ったんではない。ではない。もうちょっと役に立つ違う使い方して、いたずらが好きなんだ。そうだね。そう、ちょっと一つ聞いてあるんですけど、はい、伝次郎先生、はい、どう思いますか。その科学のすごい人っていうのが、いや、もうちっちゃい頃から知ってて、知ってたっていうか、みんな知ってるじゃないですか。それは当然、僕らの世代は多分知ってる。
なんていうんだろうな、科学といえばだよね。気づけば、なんていうの、もう今ここにいたんで、はいはいはい、はい、すごい、もう不思議な感覚です、うん、ああ、本当ですか。いつの間にかめちゃめちゃ近づけてたね。そういう感じので、見てもらえてたりとかするって感じですね。すごいって言われてれば、それ嬉しいもんな。今度ぜひ、一緒に実験する機会があれば、はい、ぜひお願いします。あの僕たちはあの YouTube とかで科学のなんだろう教育的なところをやっていて、なんか YouTube も教育に使えるんだよとか、あと科学興味持ってもらえたらより日本の科学が発展するんじゃないかなとか言ってやってるんですけど、僕らもそうですか。ね、そうですね。再生数とかもなんていうんだ、数字をあんま気にしないでやってた。普通にリックとかが楽しそうに実験してるの見て、普通にその辺、その小学生、中学生とかそれを見て普通に科学に興味持つっていうのが一番の影響力。好きなことって魔法みたいなのがあるんですね。疲れも感じないし、なんていうかな、集中力も何十倍にも高まるし、どんどんやりたいと思うし、なんで好きなものを本当にもっとみんなやった方がいいんじゃないかなって。はい、一つだけ、はい、おすすめの実験をちょっとリックに紹介したいと思います。はい、ぜひ。カタ君、時間は大丈夫ですか？僕はやばいっす。やばいっすね。ちょっとじゃあ、リク君にちょっとおすすめの実験を紹介して、はい、はい、お願いして、この動画を終わりたいと思います。はい、はい、これがね、はい、うちのね、実験のおすすめ実験でした。はい、あ、水溜りボンドさんとか、はい、リク君のところも、概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、動画作っちゃいます。はい、すごいね。